はい、それでは第2回目のデータ解析の講義を始めます。今回はですね、前回に引き続き数学の復習です。データ解析でよく用いる線形代数の復習をしていきます。今回は線形代数の中でもデータ解析に必要な行列演算、逆行列および固有値問題について復習します。はい、それでは行列の基礎としまして、行列の定義と応用例について見ていきます。はい、それではまず行列の定義について確認します。まあ、行列というのはスカラー値を長方形上に配置したものです。このように行に n 個、列に d 個、スカラー値をそれぞれ配置したものは、n×d の行列と言います。ここで aij というように、スカラー値の下付きに i と j というインデックスを付けていますが、1つ目のインデックス i は行の番号を意味します。一方、2つ目のインデックス j は列の番号を意味します。したがって、aij というスカラー値は、この行列の中で言うと、i 行、j 列の要素に対応しているということを意味します。はい、行列とベクトルの関係です。行列というのは、複数のスカラー値を長方形上に並べたものなんですが、それと同じように、複数の行ベクトル、または複数の列ベクトルを並んだベタものでもあります。もう少し具体的に見ていきますと、n×d の行列、つまり n 行、d 列ある、ね、n×d の行列は、この列方向に着目すると、n 個の要素からなる n 次元の列ベクトルを横に d 個並べたものに対応しています。それと同様に、次に列に行に対応着目した場合、この行列というのは d 次元の行ベクトルを縦に n 個並べたものに対応しています。このように行列というのは、行ベクトルまたは列ベクトルを縦または横に複数並べたものに対応しています。はい、行列の応用例としましては、基本的にデータ解析では、で、まず最初にデータを格納するためにこの行列を用います。例えばフルカラーの、RGB チャンネルを持つ、画像を考えた場合、このように、1枚の、画像というのは実際には、R チャンネル、G チャンネル、そして B チャンネルの3つのチャンネルから構成されるわけなんですが、それぞれのチャンネルごとに、そのピクセルがどれぐらい強い値を持っているかというのを行列で表現することができます。例えば R チャンネル用の行列、G チャンネル用の行列、そして B チャンネル用の行列というように、行列を3つ使って、この画像をフルカラーの画像を表現することができます。はい、画像以外の例としましては、表データがあります。皆さんも Excel を用いてデータを集計したことがあるかと思うんですが、このように行にデータ点、例えば学生の身長、体重、そして教員のデータを集計するとしたら、各行に各学生のデータ点を格納します。
そして、列方向に、属性ですね、身長、体重、そして距離を格納するというのが、Excel では一般的に、用いられます。これをそのまま自然に行列として表現することができまして、この例で学生7人分の属性が身長、体重、距離の3種類ある場合は、7×3 の行列で表現することができます。なお、行列は本講義では細字の大文字で表現しますので、注意してください。ここまでは行列の定義と応用例でした。ここからは行列演算の基礎について復習していきたいと思います。まず最初に正方行列とトレースです。まず正方行列というのは、行数と列数が等しい行列のことを言います。先ほどまで行列は n×d の行列と言っていたんですが、例えば d 行、d 列を持つ、行と列が両方とも d の場合の行列のことを正方行列と言います。そしてトレースというのは、このような正方行列に対して対角要素の和のことを言います。前回も出てきましたが、和の記号を用いて表現しますと、スカラー値 AII を i イコール1から行列または列の数に対応する d まで足したものに対応しています。トレースは、この講義ではこのように TR と記号を用いて表現することとします。したがって行列 A のトレースというのは TRA を表します。はい、それでは次に行列行列の積について確認します。ここでは行列 A と B を用いて説明しますと、行列と A と B の掛け算、AB では、左側の行列 A の列数と右側の行列 B の行数が等しい場合にかけることができます。ここでは行列 A の列数は2で、行列 B の行数は2でかけることができます。そのかける方法としましては、左側の行列の行と右側の行列の列の各要素をかけて足すという計算をそれぞれの行と列の組み合わせごとに計算していきます。つまり 1×7 足す 2×9 でこの要素を計算することができて、同様に今度2行目と1列目の掛け算は 3×7×7 ですね。そして足す4足す 4×9 によって計算することができます。このように各行と列ごとに左側の行と列の各要素をかけて足すという計算を繰り返すことにより、この行列の掛け算を行うことができます。はい、次に行列と列ベクトルの積です。先ほどの回転行列と正規直行規定ベクトルの掛け算でも出てきましたが、行列と列ベクトルは、左側の行の行列の列数と右側の列ベクトルの行数が等しい場合にかけることができます。その掛け方は、行列と行列の掛け算と同様に、左側の行列の各行ベクトルと列ベクトルをかけて足すという計算により、それぞれの要素を計算していきます。
このように行列と列ベクトルの積は列ベクトルになるということを覚えておいてください。で、一方、行ベクトルと行列の積は行ベクトルになります。列ベクトル B を転置した B 列から、あ、D 列からなる行ベクトルと、今度 D×D 行の行列をかけると、このように D 列の行ベクトルと D 次元の行ベクトルになります。それでは本日最初の演習問題に行きたいと思います。まず最初に各自のノートの一番上にこれらの情報を記入してください。そしてその下にこの演習問題1を解いてください。演習問題1は行列の積の復習の問題となっています。3×2 の行列 C と 2×1 の行列 D の積を計算してください。はい、次に、転置行列に行きたいと思います。前回の、授業から、ベクトルの転置の説明は、してきたと思いますが、行列でも同様に、転置をすることができます。で、行列の場合は行と列の、入れ替えに対応しています。転置はこのように T という記号を用いて表しますが、行列の転置は、このように、左側の元の行列 A の各行が各列に置き換えられるという変換に対応しています。で、行列の大きさとしましては、 N×D 行列は D×N 行列になるということですね。で、この前回から出てきているこの転置を表す記号は T を用いるわけなんですが、その由来としましては、英語の転置を意味するトランスポーズから来ています。トランスポーズの T ですね。で、なお、また、転置行列はこのプライムを用いて表されることもありますので、各資料、もしくは教科書、論文、それぞれですね、その統一したその記号が用いられていますので、毎回確認するようにしてください。この授業では基本的には転置は T を用いて表します。なお、この転置行列の特徴としましては、対象行列の場合は、元の行列と等しくなるということです。次に、行列演算のレシピということで、さまざまな行列演算の例、例えば、和、積、そして、転置について、ここに一覧として簡単にまとめています。行列演算は、このデータ解析の授業では何度も使えますので、ぜひ簡単な、ルールは、特に頭の中で考えられることなく、体で覚えて、計算できるように、しておいてください。また、行列演算の、資料としては、このメトリックス、クックブックというのが、有名です。英語の資料にはなりますが、ぜひ、見てみてください。はい、ここまでが行列の基礎の復習でした。ここからは行列式階数逆行列の復習をしていきます。はい、まず最初に行列式の復習をします。行列式というのは、正方行列の、列ベクトルにより構成される立体の体積に対応しています。例えば、3×3の行列の行列式というのは、このように青い、列ベクトル、黄色の列ベクトル、そして緑色の列ベクトルから構成される、このような立体の体積に対応しています。そして、行列式というのは、このように縦棒を
両方から挟んで表現する場合や、英語の行列式を意味するデターミナントのデッドを用いて表現する場合などがあります。それではもう少し簡単な2次元の場合、2×2 の行列の行列式の計算の仕方を見ていきます。このように ABCD という要素を持つ 2×2 の行列の行列式というのは AD-BC により計算することができます。その覚え方としましては、まずこの青色の矢印のように対角左上から右下に移動し、 A と D をかけて、そして今度右上から左下にこの赤い矢印に沿って各要素をかけると、 B かける C、 そしてそれらの差を計算するということにより、この行列式を2次元の場合の行列式を計算することができます。この2次元の場合の行列式、AD-BC というのは何に作用しているのかといいますと、2つの列ベクトルである AC と BD により構成されるこの平行四辺形の面積に対応しています。平行四辺形の面積というのは、皆さんも中学校で習ったので覚えている方もいると思いますが、この AD-BC に絶対値を取ったもの、ここでは絶対値をアブスで表現していますが、絶対値を取ったものにより平行四辺形の面積を求めることができます。まさに先ほどのこの行列式の AD-BC に絶対値を取ったものに、等しいと、平行四辺形の面積が等しいということが分かるかと思います。また、もし2つの列ベクトル、正方行列の列ベクトルが平行だった場合に、この平行四辺形というのは構成することができないので、行列式がその場合は0になるということが直感的に理解できるかと思います。もう一度言いますと、仮に1つ目の列ベクトルと2つ目の列ベクトルが同じ方向を向いていた場合、その場合は平行四辺形を作ることができません。つまり面積は0の平行四辺形になってしまいます。そのため、行列式は0になります。はい、3次元の、3×3 の行列式の定義というのは、このようになっています。一見、覚えるのは難しいんですが、覚え方は結構簡単で、サラスの公式というものを用います。サラスの公式というのは、この青い線に沿って各要素をかけたものを足すのと、今度赤い線に沿って各要素をかけたものを引くという処理をすることにより、3×3 の行列の行列式を求めることができます。サラスの公式と言います。さて、3次正方行列の行列式、つまり 3×3 の行列式の解釈の仕方としましては、2×2 の場合は平行四辺形だったに対して、 3×3 の場合は、さっき最初の方に出てきましたが、このように3つの列ベクトルから構成される平行六面体と呼ばれる立体の体積に対応しています。ただし、平行四辺形の場合と同じように符号がついた体積になっていますので、マイナスの場合もこの行列式の場合はあり得ますので、
そこだけは注意してください。はい、次に行列のランクについて復習します。ランク、また回数と呼ばれるものは、行または列ベクトルの中で線形独立なベクトルの個数のことを言います。記号としましたランクというものを用いて表現します。単純な線形独立な列ベクトルで構成される行列の例としましては、前回紹介しました正規直行規定ベクトルがあります。三次元空間上ではこのような i と j と k が正規直行規定ベクトルになっているのは皆さんご存知だと思いますが、この i、j、k を各列に持つ行列 A を考えてみます。この行列 A の各列、または各行でもいいんですが、はすべて線形独立になっています。で、線形独立というのはどういったものかというと、任意の係数 A1、A2、A3 をこの列ベクトルまたは行ベクトルにそれぞれかけて足したときに、その足し算をゼロにすることができるのは、この係数がすべてゼロのときだけの場合に、ベクトル ijk は線形独立であるということが言えます。この正規直行規定ベクトルであるこの ijk は、係数が a1、a2、a3 は0の時にしかこの足し算を0にすることができません。例えば k を何倍かして引いても足しても、この i をとの足し算を0にすることはできないのは自明かと思います。従いまして、この行列 A は3つの線形独立な行ベクトル、列ベクトルが存在するため、ランクは3となります。次に非正方行列の回数について説明します。行列の回数は行と列の数の最小値以下に基本的にはなります。例えばこのように、表データの場合、7×3 の行列になっていて、正方行列ではありません。この場合の行列のランク、回数というのは、この行と列のうち小さい方の値以下になります。7と3なので、3の方が小さいので、この行列 A のランクは3よりも3以下に、最大で3になるということですね。で、また、行列との回数が、この行と列の最小の数よりも低い場合、ランク落ちをしているといいます。で、また、ランク落ちしている行列の行列式は0になるという特徴がありますので、覚えておきましょう。それでは本日2つ目の演習問題に移りたいと思います。演習問題2では、行列の等例数、行列式、ランクの計算をする問題となっています。 2×2 の行列 C と D のに関して、問1では等例数と行列式をそれぞれ求めてください。そして問2ではランクをそれぞれ求めてください。はい、次に逆行列について復習します。まず、スカラーの、助算は逆数の乗算に対応しているということなんですが、5÷5 は、5×5 分の1、つまりこの右側の、5を、5分の1という逆数に、変換してかけることと等価になります。で、この5分の1というのは5のマイナス1乗で表現することができて、
5×5 のマイナス1乗は1になるということは、皆さん、当然ながら知っているかと思います。それと同じことを行列でしたいということで、逆行列というのが存在します。まあ、つまり行列の割り算は逆行列の掛け算で表現することができるようになるわけですね。まあ、つまり行列 A の逆行列 A のマイナス1乗を行列 A にかけると、単位行列、つまり対角性が1、それ以外は0の行列になります。そしてこの逆行列 A のマイナス1乗が存在するとき、行列 A は正則行列であると言います。そしてまたこの正則行列と行列式の関係も確認しておきますが、行列 A が正則行列、つまり逆行列が存在するとき、行列 A の行列式は非0、つまり0ではありません。逆に言うと、行列 A の行列式が0ではない場合、行列 A は正則行列であり、逆行列が存在するという関係になっています。はい、次に固有値と固有ベクトルの復習をします。はい、次に行列の役割として、ベクトルの変換があります。まあ、前回の課題でも回転行列を用いて正義直行規定ベクトルを変換しました。それと同様に、行列というのは一般的にベクトルを回転、平行移動、そして伸縮するといった変換を加えることができます。例えば行列 X、1-1 という行列 X に対して、このような3241を要素に持つ行列 A をかけると、この行列 X はこの X' に移動します。変換されます。一方、ベクトルの中にはこの行列 A をかけても、その向きが変わらないものがあります。例えば、ベクトル X が11の場合、この行列 A をかけて X' を求めたとしても、単純に5倍に拡大されるだけで、その向きは変わらないことがわかるかと思います。つまり、この11の X にこの行列 A をかけると、55の値を持つベクトルとなり、元のベクトル X を単純に5倍しているだけであることがわかります。このように、ある任意の行列に対して、向きを、変えることができない、ベクトルのことを、固有ベクトルと言います。この例では、行列 A の固有ベクトルは、この11になっていることがわかります。そして、この行列 A をかけることにより、その定数倍されたときのその定数の大きさ、値のことを固有値と言います。この例では5が固有値になります。はい、このように、任意の正方行列 A をかけても、単純に定数倍しかされない固有ベクトル X とその固有値、ラムダの関係を式で表すと、このように AUX イコールラムダ X になります。つまり、固有ベクトル X に行列 A をかけても、その固有ベクトルを単純に定数倍のラムダ倍しかしないという関係式になっています。ただし、ベクトル、固有ベクトル X は、すべての要素が0にはなってはいけないという条件が設定されています。このような、
式のことを固有値問題と言います。固有値問題の目的は、任意の正方行列 A の固有ベクトルと固有値を求めることです。そのために、この AX イコールラムダ X の右辺のラムダ X を左辺に持ってきて、このように A 引くラムダ I、括弧 X イコール0の式を求めます。ここで I は単位行列に対応しています。さて、このような式の場合、この A マイナスラムダ I にの逆行列を両辺にかけることにより、x イコール0にすることはできますが、この固有値問題に設定されている x イコール非0ベクトルの条件を満たすことができなくなります。したがいまして、この a- ラムダ i の逆行列は存在することはできないという条件をこの固有値問題では導くことができるかと思います。この a- ラムダ i の逆行列が存在しないというのは、先ほどの逆行列のところでも出てきましたが、正則行列ではないということを意味し、またその正則行列ではないということは、この必要十分条件を使うことにより、A の行列式が0であるという条件を導出することができます。従いまして、先ほどの固有値問題を解くためには、この a-λi の行列式がイコール0の式を展開していくことにより、固有ベクトル、固有値を求めていきます。具体的には次の手順で求めていきます。一つ目、a-λi の行列式イコール0をラムダについて解き、固有値ラムダ i を求める。2、a-λi かける a イコール0を解き、固有ベクトル ai を求める。では実際に固有値を求める例を見ていきます。正方行列 A が3113という 2×2 の行列の場合、まず固有値問題はこのように A-λ i の行列式を計算するところから始めていきます。従いまして、3113の引くラムダかける単位行列の1001を計算しますと、このように3-λ、1、3-λ の行列式を計算しますので、このように 3-λ の2乗、引く1の2乗ですね。この対角成分をかけて引くという計算をしますので、このようになります。そしてそれを因数分解すると、4-λ かける2-λ イコール0という方程式が求まりますので、それをラムダについて解きますと、ラムダイコール4、またはラムダイコール2になります。つまり、固有値は4か2になるということがわかります。はい、次に固有値ラムダ1が4の時の固有ベクトル x1 を求めていきます。そのために、もともとの固有値問題 ax1 イコールラムダ 1x1 っていうのを使います。この右辺を左辺に持っていってまとめるとこのようになりまして、この行列 a とラムダ1、そして単位行列に値を入れるとこのようになります。で、それを計算すると、このように -1 の1の1-1の行列になりますので、
その行列と列ベクトルである固有ベクトルを計算すると、掛け算をすると、このようにマイナス x1 たす x2 と x1 引く x2 イコール0ベクトルの等式が導くことができます。この等式により2つの方程式が一見あるように見えるんですが、この1つ目、マイナス x1 たす x2 イコール0と、2つ目の x1 引く x2 イコール0っていうのは全く同じ式になっています。したがって、この方程式では未知の変数が x1 と x2 2つあるのに対して方程式が1つしかないので、実際に解くことはできません。しかしながら、この x1 と x2 の関係を求めることはまずできるということで、この方程式を用いると、x1 イコール x2 の関係を求めることができました。で、次に、この等式を満たすように、適当に値を決めてみます。そうすると、例えば、x1' という仮の固有ベクトルは、この等式を満たすように、1、1というふうに決めたとします。そして、この固有ベクトルが、仮に決めた固有ベクトルの L2 ノルムが1になるように正規化を行い、最終的な固有ベクトルを求めます。この正規化というのは、前回復習しました L2 ノルムで除算することにより、各要素を除算することにより求めることができます。つまり、この x1' は11というベクトルですので、それの L2 ノルムはこのように1の2乗たす1の2乗の平方根になりまして、つまりルート2で各要素を割ることに対応しています。したがって、最終的な固有ベクトル x1 はこのようにルート2分の1、ルート2分の1となります。もう一度まとめますと、まず最初に固有値ラムダを用いて固有値問題の等式を求めると。そして、その等式を満たすように x1 と x2 の関係式を求める。そして、その等式を満たすように適当に値を入れて仮の固有ベクトルを作ると。そして、その固有ベクトルが L2 ノルムが1になるように正規化を行い、最終的な固有ベクトルを求めるという手順で、固有値から固有ベクトルを求めます。それでは演習問題に行きたいと思います。演習問題3は固有値問題に関する内容となっています。このような 2×2 の行列 A に関して固有値を2つ求めてください。そして問2では、それぞれの固有値に対応する固有ベクトルを求めてください。先ほどの演習問題2の下にこの演習問題3を解いてください。なお、用紙が変わる場合は、その新しい用紙の一番上にこれらの情報を必ず記入してください。次に固有値と固有ベクトルの性質をいくつか紹介します。まず1つ目は、対称行列の固有ベクトルの性質です。対称行列の固有ベクトルは互いに直交するという性質を持っています。簡単な例を用いて、その性質を見ていきたいと思います。ここでは対称行列として、3、1、1、3の値を持つ行列 A を考えます。この行列 A の固有値は、詳細な手順を省きますが、このようにラムダ1イコール4、ラムダ2イコール2になりまして、その固有値に対応する固有ベクトルは、
で、このように x1 イコールルート2分の1、ルート2分の1、x ミイコールルート2分の1、マイナスミイポン2分の1となります。さて、この2つの固有ベクトルが直交しているかどうかを確認するために、内積を用います。2つのベクトル x1 と x2 の内積を計算すると、このように、ルート2分の1かけるルート2分の1、足す、ルート2分の1かける、マイナスルート2分の1となりますので、その内積の値は、0と、なることがわかるかと思います。したがって、この行列 A の、2つの固有ベクトルは、直交していることがわかります。この例では、あくまでも単純な例でして、2つの固有ベクトルしか存在しませんが、例えばこれはもう少し大きな、例えば 100×100 の行列の場合でも、その行列が対称の場合は、その固有ベクトルは互いに直交しているという性質を持っています。次に、固有値とトレースの関係です。行列の固有値の和は行列のトレースと一致するという性質を持っています。トレースというのは今回ですね、紹介しましたが、行列の対角成分の和に対応しています。例えば、先ほどと同じ対称行列の3113のトレースというのは3たす3で6となります。一方、固有値は4と2になりまして、その固有値の和も6になります。このように行列のトレースと固有値の和は一致するという性質を持っています。従いまして、固有値が一つ求まっていると、例えば 2×2 の行列であれば、もう一つの固有値は簡単にそのトレースとの一致するという性質を用いることにより求めることができます。はい。次に、固有値の積と行列式の関係です。固有値の積は行列式と一致するという性質を持っています。この3113の行列式は、3×3-1×1。つまり、8になります。一方、この固有値っていうのは、2つありまして、4、ラムダ1とラムダ2は、それぞれ4と2になっていて、その2つの固有値をかけると、行列式と同じように、同じ値の8と、なります。このように、行列の固有値の積は行列式と一致するという性質を持っています。この行列の固有値の和とトレース、そして固有値の積と行列式は一致するという関係、性質は、行列が対称行列に限らず、任意の行列に対して成立する性質となっています。はい。最後に課題を出して、今回の授業を終わりたいと思います。今回課題は3つありまして、1つ目の課題は行列式に関する問題です。このような A、B、C という列ベクトルを各列に持つ行列 N に関して3つの問いがあります。
1つ目が行列式を求める問題。2つ目が、行列式が0となる場合の変数 t の値を求める問題。そして、3つ目が t イコール1の時に平行6面体 OABC の体積を求めなさいという問題です。まあ、これは行列式の解釈を理解していれば解ける問題かと思います。はい、次は、固有値に関する問題です。まあ、このような 2×2 の行列 A の固有値と固有ベクトルを、それぞれ2つずつ求める問題です。最後の課題は、行列によるベクトル変換に関する問題です。このような1、2、2、4という2×2の行列を用いて、あるベクトルを変換する場合に、4点 ABCD、まあ、これいずれも2次元のベクトルですね。ここに定義されています。それらをこの行列を用いて変換した場合、どのような点に変換されるのかを求めて、そしてそれらの点の関係を述べる問題となっています。演習と課題の提出方法について説明します。まず、演習レポートについてです。授業中に出題される演習問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上には、演習レポート、日時、視聴した場所、学籍番号、氏名を必ず書いてください。もし自宅でこの動画を視聴し、演習問題を解く場合は、このようにその場所がわかるように記載してください。また、大学の教室 A101 の机番号32番で視聴し、演習問題を解く場合は、このようにわかるように記載してください。ノート用紙1枚ずつをスマホなどで撮影し、授業の当日中に Moodle にて提出してください。次に、課題レポートについてです。授業の最後に出題される課題問題に対する各自の回答を各自のノート用紙に書いてください。各ノート用紙の一番上に、課題レポート、出題日、学籍番号、氏名を書いてください。ノート用紙を1枚ずつスマホなどで撮影し、次回の授業開始前までに Moodle にて提出してください。